はい、どうも、はい、どうもプライムです。ロッピーです。なんかすごい親切なね、北西のおむすびコロリーの穴はおむすびを投げ込まないと入れませんよ。桃太郎さん、どうしたんですか。桃太郎さん入るとも何とも言ってないのにね。そうです。じゃあ急に話しかけてくる、まあ、親切な人のところで、まあ、今回もね、新桃太郎伝説始まります。はい、このおじいさんの話からあのね、パート2は始まります。もうおじいさんとか言って、お前おじいさんじゃねえぞ。ほらおじいさんこっちだよ。そのからやで鬼退治に来るか。無理をするなと言っても桃太郎の子じゃ無駄じゃな。ありがとうございましゅ。ハフハフ。よし、銀次郎、銀次郎、銀次盗んでる今一生懸命おじいさん、桃太郎さん、えらいこちらおむすびコロリーの穴が鬼に襲われたとの旅の人が言ってたんだ。あ、じゃあもう最初おむすびコロリー、あ、おむすびコロリーのダンジョンだ。茶茶でもしばくか。茶しばこう。買う、説明、説明、あ、買う。いやまだおにぎりとかいらねえし。俺さ、昨日ね、カモメ食堂っていうね映画テレビやってたのね、 BS でね、はあ、で見たことある、聞いたことある、カモメ食堂って。ない。その映画があるんだけど、あのフィンランドでね、カモメ食堂っていう食堂を、なんだっけ、人気度は48でしょ僕気をつけてそう、カモメ食堂っていう食堂をフィンランドで開いて、そこでなんかフィンランド、そう、あ、日本の話じゃないの。そう、いやいや、日本の映画で、日本の映画、日本人が、日本人がフィンランドで、そうそうそう、なんでフィンランドなんだよ、わかんない。本当の話それ。本当話っていうか何か、あ、そう、桃太郎のね、武器購入システムとしてあるのが下取りシステム、下取りがあるんだ。そう、へえー、本当だ。ほら、差額でできるっていうのがね、便利なところなんですよ。あ、そうなんだ。そう、普通はその装備を外して売って買ってってやんなきゃいけないけど、下取りってやれば装備してるものをそのまま売った上で購入っていう手順が一つでできるっていうね。銀次でけえなてかステータスってこうやって見れるんだ。174と銀次でけえな。銀次でかす。やっぱ銀次だもんだって。装備なし、銀次も装備なしし、銀次もすっぽんぽん。いや、めっちゃあれ、銀次デバフちょちょ持っとるやんか。どうする、え、どういうこと、銀次の装備何。あ、え、違う、これ全部装備してんだよ、これいや、装備しなよ。何やってんの。どうやって装備するんだこれなに、銀次4つも持ってた装備してたってことすごい器用な銀次だね。早く装備して。誰装備すんの知らん。あ、そう、そうやってやんだ4つもリアルに4つも装備してんのすごいね。何するの。まあとりあえず桃太郎の武器を買おうか。そうだね。何買おう。刀いけないから、とりあえず木刀と、木刀と木流しじゃない。木の川の道はとりあえず僕と買えよ。そうね、桃太郎でしょ毎度。あっ、木流し4、あ、木の川の道行くか。多分桃太郎は木の川の道じゃない、わかんない。そうだね、なんとなく。じゃ、桃太郎の装備を整えよう。銀次は二の次で、うん、だって銀次めっちゃ持ってるもんだって。銀の次って書いて銀次だもんね。うん、間違えた。装備しないきゃ意味がないよっていう話でしょ。いいね、 OK。 次、あれ、次ってないぞ、装備。さっき次へってあったんだけど、間違えた。おお、あったあった。装備はね、ちゃんとしてるね。 OK、 よし、 OK、 よし。じゃあこれでね、大丈夫でしょう。ちょ、情報収集しなくて大丈夫。お、じゃあちょっと赤ん坊に、赤ん坊青いな、あいうえを。ママキャルさん、旅に出るなら神社でお参りした方がいいよ。桃太郎さんが鬼に負けちゃうと旅のお話を記したところから許しになっちゃうんだ。かわいい子、銀次盗んでるすげえ盗んだ。あんなちっちゃい子からおしゃぶりを盗んだ銀次は嬉しそうにしゃぶっているっつって。桃太郎さん、お供の犬さん、キジの皆さんは元気、お元気ですか。確かお名前はポチ、モンタ、キリコさんとおっしゃいましたっけ。あ、嫌な素人だこれ。はいでいいよ、はいで。
あれ違いましたね。じゃあお供の皆さんの名前教えていただけますか。ほら名前変えられるね。犬何にしようか。犬はプライムくんでいいか。プライム、あじゃあいいよプライムで。犬好きだもんな。俺ね猫派だけど。前飼いたいって言ったもん。俺猫派だけど。今猫なんかいないでしょ。犬猫猿。でも俺は猫派なんだよ犬よりかは。俺も猫派だよ完全にね。でしょ。うん、ね。シュープライム猿。俺猿？しょうがない。ジェイお前猿だよ。しょうがない。お前猿。なんでお前神かお前は。お前猿。はいお前決め方。はいお前猿なっつって。お前猿だよ。キジ何？キジ何？キジは。あキジはなんだ。サブローでいいんじゃない？よくないでしょ。キジキーコじゃつまんないから。キジは。キジ俺らなんか。ネギマでいいんじゃんネギマ。なんで？ネギマでいいじゃん。鳥だから。ネギマだったら焼き鳥子とかもっとあるでしょう。焼き鳥子そんなに入んないもんだって。サブロー。じゃあ鳥川は鳥川。サブローに行く本当に。サブローだから俺らのさなんかさ毎回出てくる第三者を作ろうぜじゃあここで。毎回出てくる。サブローはいいや。サブローはもうあれ出ないからあの実況とか。きっと第三者でしょ。第三面白いまで面白い名前のやつとかいた。じゃあゴルドーでいいやゴルドー。なんでゴルドーなの。特に見えないけどいいじゃん。なんかちょっとかっこいい。いつもどうしようかってじゃあゴルドーねっつって面白いじゃん。プライムロッピーゴルドーって面白いじゃん。ちょっとあじゃあトモコはトモコ。あ女。いや俺の母親の名前。いやめろよ。じゃあミナコだよ俺。トモコって言うんだよ。トモってトモコーって。あーでもびっくりマーク使えるんだね。じゃあ何しようか。ボルドーとかゴルドーとかで何ちょっとかっこいい名前なの。いやごついだろってそこで来るでしょ。ああじゃゴリラでいいよ。ゴリラって言うじゃん。あゴリラでいいね。ゴリラ で, いいでもサムしかできないみたい。あ本当。じゃゴリラでいいや。ゴリラゴリラいいしよ。ゴリでいいよ。じゃゴリって言うよ。ゴリこれでいいしよ。そうでしたね。インサル記事の名前はプライムロッピーゴリゴリプライムロッピーゴリラ。キジかわいい、キジね、キジね。かわいいキジの名前がゴリってなってる。何これ、ゆなんとか書いてある。さっき来たじゃん、これ。占い師で占い師。あ、占い師か。占い師もあってもしょうがない。俺、占い信じないもん。あ、そうなの。占いなんてさ、ねえ、あんな統計だよ、統計。焚き火だ。桃太郎さん、焚き火に当たっていきなよ。あったかいよ。うるせえよ、ガキ。だぞ。待て、女。あーこれか。じゃあおむすびコロリーの穴行くか。だから重いな。重いなっていうかなんだろうこの容量がさすごい食ってんじゃないここで今村人が多すぎて。あーそういうことか。さあおむすびコロリー目指していきましょう。どこにあるんだろう。お早速初敵だ。そう、まあ、でもね最初戦ったりしたらね結構カットが多くなると思うけど戦う。お、牛切り包丁しよう。牛切り包丁しよう。あ、どれか選べんだ。7。あ、7でいいんだ。7で。やっぱ普通こうだよでも。弱っ桃太郎。普通こうだよって。お、会心。銀次強いぞ。いいぞ。いいぞいいぞ銀次。いいぞいいぞ銀次。もう一本。お。おって言えよ。ソフトテニスってこんなんだよね。あの下なんかありそうじゃない。何があの隙間っていうか。おーっと本当だ。分かってらっしゃる。間違えた。桃太郎さん私は金のです。何か役に立ちますか。買おうか。きびだんご何。あーあったな。なんか説明きびだんご回復でしょ。ああ一回きりだって14しか持ってないじゃん。地蔵よ。あれ私は地蔵菩薩桃太郎。よくここまでたどり着きましたね。ありがとうございます。桃太郎お前が2段になるにはあと心の数が8必要です。はあ、レベルアップに必要なんだ。銀次お前2段になる心の数あと9必要。片言になった急に。これまで鬼退治の話私語ってくれます。はい。おお、ここでもセーブできるの。辛い思いしたのこれまで話を足しは炉に見ましょう。続ける。おい、いいねこの。セーブできたの今。今できた。いっぱいできた。
今ね、あんたが見てない時に、ね、17回セーブしたから。おドンドンクッ。これ橋当たったら、また程よくいくかじゃん。橋当たったらさ、どうしても勝てない時以外はじゃあレベルアップするのやめるか。そうだね。お、初めて見る敵。わらべ鬼が襲って、わらべ鬼何使ってくるの、わらべ投げてくるの、わらべ弱そうじゃね、赤鬼より弱いんじゃない。銀次倒せ。おお、あ、レベルアップじゃない。あ、でも嘘、しなかった。しないじゃん。ドンドドッドン。どこにあの面白いコロリー。これ橋当たったら敵変わるんじゃない、ドラクエ方式で言うと。お、レベルアップするんじゃない。お、来た、ほら2段。ほんとだ、体力は33。画面を超えて全開すんだ、いいね。あ、全開か。あ、いいね、ありがたいね。あ、それ結構上がるね、しかも。うん、この上がり幅嬉しいね。うん、結構でかい。1とか2だとちょっとね、あれだけど、うん、4も上がってくれるんならもう嬉しいね。あ、またここにあるんじゃないの。あ、トントンか、音はいいね。お、カエル、カエルが襲ってきた。何、カエルが襲ってきた。カエルが槍持って、槍持ってんだ、なんで。で、なんでね。ねえ、なんで。なんもね、だからおとぎ話だから何でもあるんだよ。俺今日一日いたからさ、テンションがおかしくなってる。あ、雨になった。これ雨なんだろうね、これね。あ、そういうのがあるんだ。あ、なるほどね。じゃあちょっとカエルできてる。カエルを殺そう。カエル先に殺そう。カエル中心の生活で。よしよしよし、オッケーオッケー。早っ。あ、でもお金いっぱい もらえる。あ、いいね、カエル狙ってもちゃんと赤鬼。いや、桃太郎この雰囲気がいいな、なんか。ドリマストラシッドドンドッドミーファソソミーファソソーシー。あ、またお前かい。またこれ何セーブすか。セーブすっか。もうね、俺たちはね、こまめなセーブに定評があるからね。そうそう、決してビビりじゃないんだよ。セーブをこまめにしたい、ただそれだけの一心で俺らはね、うん、やってるんで。頑張ってる。 ひな鳥です。私たちはまだひな鳥です。そうです、私たちはひな鳥です。私たちは頑張らなきゃいけないんです。これからひな鳥から親鳥になるので頑張るんです。うるせえ、毎日頑張るんです。うるせえ。まあいっか、分かった。とりあえず、ああ、そこにも穴があるよ。どんどんか、意味ありげな穴があるよつってね。ドルミファソラシドドー地蔵いすぎだろ。なんでだよ、どんだけいいんだよ。なんでだよ、地蔵セーブするけどね。なんなの、地蔵を見つけたらセーブするっていうのが俺たちのね、いいところ。なんでこの地蔵いいんだよ。もう野原で埋まっちゃうよ、セーブデータが。野原ってね、しんのすけ出てきた。しんのすけが、野原のしんのすけがさ、言えてる。投げやりだろお前。あ、あれ、ね、あ、なんかあるよ、ひし形の、ね、こっちはどんどんカーフだった。ゲゲゲの鬼太郎のさ、ちょっと足型に行こう、とりあえず一旦もう。やばい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 。ゲゲのさ、鬼太郎のさ、いいね、全開。危なかった、銀次。危ない銀次、危ない刑事。危ない刑事じゃない、危ないデカ。来た。あのね、桃太郎は術を覚えるときに、うん、それぞれの仙人のところに行って覚えるんですよ。あ、そうなんだ。金丹仙人、いわゆるホイミ仙人みたいな感じで、ホイミを教えてくれる仙人みたいな。へー、いい仙人じゃん。だ、そういうその飛燕仙人だったり、万金丹仙人だったり、いろんな仙人がいるの。うひゃひゃ、金丹仙人じゃん、わしはって言わないんだね。金丹の術が欲しければわしと戦って勝つことじゃな。勝ちます。トントン。あ、これが結構強いんだよ。お、金丹使うからね、この術って。金丹仙人だけに。なるほどね、ちょっと厄介だと。そう、うひゃひゃ、そんな肩の振り方じゃ、はい、はい、どうのこうのなんちゃらつって。うそ、強くね、やばいな、これはね、こんな適当なあれで来ちゃダメだったかもしれない。やばい、死んでしまう。でも多分ゲームオーバーにはなんない、確か仙人は。あ、そうなの。トイレになったりしてね。なったらごめん。なったらごめんって、こう人をさ、1しか打撃与えない、人を放置で刺して、こう死んでたらごめんみたいな。力が入っておらんな。やばい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 、バイヤーバイヤー。いやいや、なんじゃなんじゃ、その腰つきはあって、なんかうほって感じ。ああ、ダメだった。あ、本当だ。まだまだじゃ、今少し強くなってから参るがよい。うひゃひゃ。帰ろう。金丹欲しいわ。やっぱ装備整えないとダメだね。金玉欲しいわ。もしか村があればいいけど。嘘。あ、村なんか上の方にあるけど、あれいけないな。あ、地蔵がいるよ、地蔵。なんだ、地蔵。どんどんか。地蔵が現れた。ダメだ、もうさっさと帰ろうじゃん、とりあえず。そうだね。もうたらここにお供え物として鬼が。ここだよ、おむすびコロリン。それは間違いないけど、
あ、そうだね。おにぎりどっかで手に入れないとダメなんだ。いいよ、そういうとこ行かなくて。ぶっ込む。ああ。どうせ地蔵だろ。ほら。ほら。おにぎり買えばいいんじゃない、ここで。あ、なんかさ。なかったー。雲の糸とかでさ、雲の糸はダンジョン抜けるやつだ。イボの糸？違う、雲の糸で。私は地蔵菩薩よく来るね。36、43。結構やっぱね、でかくなってるね。野原、野原とか。すごくヒロシが欲しい。ね。まあ、鬼退治。まあでも今日はここまでかな。今は。そうだね、うん。で、次回ね、一応まあ、ある程度装備を整えたところから始めようかじゃ。そうだね。うん、じゃあね、また次回お会いしましょう。プライムが喋ってたよ、ロッピーが切りつけてました。じゃあまたバイバイバイビー。